V はファッションブランドセリーヌと契約する BTS の最新メンバーと言われています。ホンナ・キム・テヒョン27という男がセリーヌの新しいブランドアンバサダーとしてコラボするという。また先にブラックピンクのリサと女優パクボゴムもブランドアンバサダーに就任した。3人のスターは以前エディ・スリマンの2023年のメンズウェアショーに一緒に出席していました。写真はすぐにソーシャルメディアで話題になりました。この情報はセリーヌによって確認されていません。しかしフランスのメディア代理店であるレスエコーズはファッションにおける K-POP の影響について報告しています。このニュースはパリのメンズファッションウィークに関する記事に掲載されました。最近ディオールのグローバルブランドアンバサダーに任命されたジミンに言及することに加えて、この記事では V がセリーヌと契約を結んだばかりであることにも言及しています。この情報はセリーヌによって確認されていません。しかしフランスのメディア代理店であるレスエコーズはファッションにおける K-POP の影響について報告しています。このニュースはパリのメンズファッションウィークに関する記事に掲載されました。最近ディオールのグローバルブランドアンバサダーに任命されたジミンに言及することに加えて、この記事では V がセリーヌと契約を結んだばかりであることにも言及しています。